ここは午後7時と相なった。宮坂殿、一旦ご苦労にござった。これよりはビートアラウンド834サテライトフラッシュじゃ。毎週水曜日の担当は服部半蔵忍者隊である。よろしゅうお頼み申す。本日の出陣は鬼の半蔵こと服部半蔵正成と夕凪の善にござりまする。我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産はぁー飛んできたということで、さあ、暑さにも負けぬように元気を出していきまする。まあそうじゃな、元気が必要じゃ。元気が一番。なあ、さあさあ、この度もリモートなる術を用いて生放送でお届けいたすんだけども、生放送だったぜ。わしがえらい面白いことを言うみたいになってまったかな今。やめ自ら足かせをかけるな。え、面白いことをどうぞ。いや、よかった。さあさあさあ、暑い夏に負けぬよう、ナスを食べて筋肉もりもり。揚げナスなんつって。ありがとうございました。もうなんじゃ揚げやと。なんじゃ揚げやと。ありがとうも言えとりません。揚げやと。同じじゃって揚げやとございました。いや、言ってるやつ。やめてくれんのよ、もう暑さでおかしなっとるかな、我ら。始まってから。35度に行きましたからな、名古屋城は。いや、本人あの風もなかったわな。恐ろしかったですな、小谷はさ。本人日陰にこう避難しておるものは行さおり申した。いや、そうじゃな。もうだって俺、あの天守閣前のあの広場も、その広場に誰もおらず、その周りの影とかお店にも入っておるとか。いやー、さようでしたな。ちっとあの暑さですと外であの卵焼きが作れますな。光集めれば、まあ、できるやもしれない。ちょっともう100個ぐらい作れますよ。いや、もう100個も作っていらんじゃろ、そんなに。振る舞うんか、客人卵だけ。だからわけが分からん。ちなみに、玉銭なるお菓子の、お菓子は、この、実はこの尾張の発祥、名古屋。ああ、それでさ、挟まれた、ちょっと、こう、ちょっと、カタキ、なんていうんですか、エビセンというのかな、いた大きなエビセンに挟まれた卵焼き、卵のデコだったり、こうマヨネーズなどが入って、もう誠にこのビビの味がして、本当にこう名古屋城でも食べたいという。そうじゃそうじゃ、そう、それがの名古屋名物ということで。ああ、だってそれをまあ売り歩くっていうのもありやもしれない。これ熱いね。まさか卵焼きからこのような話になると思いません。いや、私が卵100個焼くからじゃがって。天守閣前で。本人、まあまずな、そんなもん卵焼いてる場合ではないのじゃ、まず。な、そんなもん卵焼く前に。まあ、もしやすると我らの声は今初めて聞いておるものおりやもしれんから。だってな、まずは我が隊の紹介と参るではないか。ぜ、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は、武将のふるさと愛知、武将観光をより一層盛り上げていくため、我らが主君徳川家康様をお支えした服部半蔵様を中心に、忍者の精鋭たちによって誕生いたした愛知の魅力を発信する観光 PR 隊にござりまする。日々名古屋城にておもてなし、同日祝日には侍忍者ショーを行っております。そうじゃな、現世にては電波線も用いて忍びの文化、そして愛知を盛り上げていきたい所存である。では本日のメッセージテーマを発表いたすぜ。はっ、こたびのメッセージテーマは、得意な寺子屋かっこ学校の科目は、得意な寺子屋かっこ学校の科目はにござりまする。やぶみメールはメディアス FM の電子版ホームページのメッセージをクリックしお送りくださりませ。またメディアス FM の専用アプリからもメッセージをお送りすることができます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからよろしくお願いいたします。皆様からのメッセージお待ちしております。ありがとうござる。さあさあさあ、我ら忍び屋のこれ幅広い知識を身につけ、さまざまな忍術を獲得しておったんじゃけども、やはりそれぞれに得意な分野がござるわな。いや、さようにございまするな。まあ、例えば、まあ、拙者でござり申したこう戦術、まあ、こう占いの術と書いて戦術が得意でござり申したり、で三平でござればこれ体術、特に跳躍、これで凛は忍びについて研究する学問、新たに蘇りし、ヒイラギは薬術に長けておるといった次第なのじゃ。ちなみに半蔵様はこの護身術の心得がございまするな。
そうじゃ、まあ教えることもできるんじゃけども、まあ身につけておるのじゃ。でこれやはりの得意なものにはおのずと取り組む時間がまあ多なるし、まあより高めていこうとするがゆえにさらに得意になっていくもんじゃな、これ。さようですな。これ先生、これ聞くところによると、うん、この現世のこう寺子屋のこの科目、うん、まあ授業というものですかな、うんうんうん、それは師範殿からこの、うん、こう習ったり読み書きやらこう学問でも得意不得意があるというのは話。あ、そうじゃそうじゃ。これ全例えばもしのお主寺子屋に通っておるといたしたら、どの、まあ、科目授業が得意じゃと思う？いや、拙者はないのですが。あ、ない。ないのですが、唯一言えるとするのならば音楽です。うん、お、音か。音楽、まあ、単純にこの曲を聴くのが好きという意味合いで。あ、なるほどの。まあ楽しく授業を受けれるのではないかという算段にござります。いや、大事なことじゃと思う。確かに。ちなみに半蔵様は、まあわし体動かすの好きというのもござって、はあ、まあ現世でもその保健体育が得意かなと思うんじゃけども。あ、なるほど。あ、まあ名古屋城での割とこのバテレン語でお客人とこの意思疎通を図ることができるとわしはちょっと思っておるから。はあ、じゃあね、英語なる科目得意 なのではないかなとわしは思うとるわけじゃん。英語も得意で、なおかつ体育も得意だって、もう文武両道じゃから、これ。いや、さすがですな、天性ですな、もう天性ですな。なんかあの前から褒められると何かありそうで怖いんだけど。何言ってらっしゃいます。そんな拙者のことを疑うとは。同じ忍者隊通りだから、拙者のことをそんなに疑うというのはどういった意味にございます。いやいや、なんかこう上げた後に何かでこの避けてくるのではないかなと、ちょっと今。そんなことはありませんぞ。常に半蔵様のこと、天才じゃなと思っておりますよ。鬼の天才じゃなって言って。何じゃ鬼の天才って、何じゃ鬼の天才って。鬼のように天才なら分かるけど、何じゃ鬼の天才。鬼の天才。言葉がおかしいなってないか。やはりこれ得意科目ありませんな、拙者は。いや、でも音楽が好きっていうのはな、まあ、またそれもまた音楽が好きということ、うん、何かそういうのはあると思うよ。音楽が好きだから、何じゃ音楽好きっていうことは音楽とか好き。鬼のように音楽が好きなんじゃないか。あ、そうじゃな、まあ、ということでな、これ、まあ、忍びも、まあ、このような話ござるけども、まあ、皆にも得意な寺子や学校の科目を聞いてまいりたい。は、皆さんこのメッセージどしどし送ってくださりませ。ではここで一曲、ハンバートハンバート殿で国語。服部半蔵忍者隊が生放送でお届けいたしておるビーターランド834サテライトフラッシュ、この番組でアメリカからのメッセージをお待ちしておる。でも絶対聞こえとらんぞこれ。かぶせたら絶対聞こえとらんぞこれ。何言っとるか全く分からない。ただでさえ言い方に癖がござるのにの、だから皆からのメッセージお待ちしておるということを伝えたかったんじゃ、この番組ではな。頼むわな。あと、そらなんじゃ、ギョッサーのメッセージ届いております。いやいや、まずこたびのメッセージテーマのはもう一回言わせてほしいんじゃ。あ、どうぞ。さあさあさあ、こたびのメッセージテーマのは得意な寺子や学校の科目はなのじゃな。だってこれはさあさあさあ、おじゃで、まあ、せっかくじゃからもう早速行ってまいろうか。メッセージは聞かせてもらおう、うん、はでは、ラジオネームわびすけ殿、うん、半蔵様善さん、こんばんは。こんばんは。じゃあさて、今日のお題、得意な寺子屋の科目ですが、うん、私は美術です。お、中学生の時にあった写生大会はクラスで毎年金賞をもらってました。あ、すごいかな。今日のお城はとても暑かったですね。明日も暑いようなので体調をお気をつけてくださいね、うん、との。あ、だって絵を描くってことじゃな。これ毎年金賞を取るというのは、わ、すごいですな。すごいわな。あれだよね、そのあの裏技を使って薄い紙に何かこう書き写してその後に書いておるとかではなくて、しかとこの自らの技術を使って書いとるんじゃよな、おそらく。いやー、すごいですな。これ人を書くのが得意なのかな。これでも写生大会というのは、まあ、こう風景を書く、風景、うん、あが多いな、まあ、風景。いやー、より一層この細かく書かなければいけないがゆえにちょっと難しいところ、すごいですよな。だそれを毎年金賞を取っておるという。これ全は絵描くの得意か。あー、大の苦手です。あー、大の苦手。大の苦手です。ちなみに半蔵様は得意ということで。あ、言っとらんがな。え、言っとらんがな。言っておりませんか。いずこから声が聞こえてきたんじゃ。うん、のちょっと怖いわな。え、わしの後ろに誰かおるんかこれ。なあ。
じゃあ、苦手じゃって。あ、苦手ですか。どうぞ。うん、だって、あの、横向きに人を描こうと思うと、なぜか正面向いてまんじゃん、こう。横向きに描けんのじゃん、こう正面向いてまんじゃん。あと、あの、例えば建物が向こう側に伸びとる、はあ、この向こう側の 奥にこの伸びとるような加工を思うと、はあ、上に伸びていってしまうんじゃん、こう、わおのずがどこ向いてるか分からなくなる。そうそうそう、よう分からなくなってまう。それほど。いやでもその気持ちは選手も分かります。あ、王者ろ、王者ろ。いや分かります。もうこれ、あの、一面でしか描けなくなってしまうというのは。そうじゃよな、これ難しいよな。でもすごいよな。いや、毎回金賞取っという、まあ、今度ちょっと名古屋城でいいですな、その作品。そうじゃな、そうじゃな。いや、まあ、ビスケット、ありがとうさんじゃった。ありがとうございます。全、お疲れ。はっ。では参る。ラジオネーム、花花殿。半蔵様、全さん、こんばんはです。こんばんじゃ。得意な寺子屋ですか、得意かどうか分かりませんが、私の住む山形は冬が長いため、体育の時間に雪山スキーがあります。かっこカントリースキー。マラソンの代わりですかね、かっこ笑い。秋に学校の体育館でスキー用品のバザー等があり、道具を無料で揃えられる環境でした。半蔵様、前さんはスキーはされないのですか、じゃって。ああ、なるほど、あちらの北国の方になると、そういったのが、この体育の国に、まあ、そういった雪、まあ、スキーというのがあるということで、うん、そうじゃな、あ、まあ、だってそれほど積もるっちゅうことじゃからできるんじゃろうな。ですな、ちなみに半蔵様はこのスキーになるもの、いや、いたしたことござらんぞ、蘇ってから。あ、 ありませぬか。お主は、あ、拙者は、うん、チートばかし国王いただき申して、板滑りの方はやったことありたしたことあります。あれか、あの一枚の板で滑るものか。あさようにございます。まあ現世では、まあ、ボードスノーボードという。おお、ほうほうほう、あれをちまちまとこう滑るだけはできます。ああ、なるほどなるほど。ちまちまです、ね、あれでの、もしかすると飛んでしもうたりとかの。ああ、もうそんなこといたしたら拙者はもう全身打撲です。ああ、もう演武出陣停止出陣停止になります。1ヶ月出陣停止じゃな、それな、おそらく出陣停止じゃわ。すごいですね、これ秋にこの寺子屋の体育館で用品を無料で揃えられる感じ。いや、これないぞ、尾張の地域では全くないでな、おそらくの。いや、ありませんね。尾張三河、まずこの尾張地でこの雪が降るというのはなかなか珍しいという時代になってきましたからな。積もうてもそんなに滑ることはできんでの。さようですな。いや、なあ、滑りたいの。まあ、わしと前はいつも滑っておるかな。何がございまするか、滑っておる。しゃべると滑っておるわな。ちょっとそれは深掘りしてもいいですか。いや、やめとこう、やめておこう。これ以上滑るのは雪崩が起こる。雪崩が起こる。やめておこう、やめておこう。まあ、ちょっと我々ももし任務で、もし北国日本に行くことがござれば、まあ、好きなのもちょっと勉学いたしましょう。そうじゃな。花の子、ありがとうさんじゃった。ありがとうござる。では続きまして、ラジオネーム、錬金術師旦那。うん。忍者隊の皆さん、こんばんは。こんばんは、じゃあ。得意だった寺子屋の科目ですが、生物です、うん、当時の教科の先生が受け取ったクラスの平均点が高いと好物のうなぎを食べさせてもらえるということがある、うん、うなぎを食べさせてもらえるとことあるごとに言われ、クラス全体で頑張っていた記憶があります、うん、忍者隊の皆さんは何点以上取ったらご褒美みたいなことありましたか、ということで。いや、我らは褒美はござらんが、仕置きはあったやもしれんな。仕置きありましたな。もう逃げ回っておりましたな、拙者は。まあ、だって音行術が得意になった。さようでございます。逃げることによって音行術が得意になった。まあ、ある意味褒美みたいなことです。なるほど。ああ。見方を変えると。いや、生物。そうじゃな。好物のうなぎは食べれる。また生物の科目を頑張ることで生物を食べることができるってな。また面白きこの。褒美というか。それは複雑な気分になりますな。例えばその日のな、あれでそのうなぎを解剖する授業だったら、それでうなぎ食べさせてやるわ言ったらどうなるんじゃろうな。あ、チートをやめておきまするってなるんじゃろうかな。いや、なるやもしれません。もしそれは生物の話、授業をいたしたのに生物を食べるってなんか生命が。
生と死を確かに確かにな、それはえらい深掘ったな、確かにな、深掘ったらそうなるな。まあ我らとしてはやはりうなぎとなるとひつまぶしというのが連想されるがゆえに、まあ、そうじゃな、高級食材食べれるなと思いまするが、そうじゃな、生物をいた人からしたら着物かってなるやつ。確かになこの焼く前の姿が思い浮かべるじゃろ。いやつないの嫌じゃな嫌じゃな、食べたくない、痛くない。ああそうじゃな、重トンに使えるな、重トンの術に使える。まあちょっと重トン、重トン、だから皆様方にも聞いてみたいです、何か褒美を使ったのかとか、そう家でも例えば課題になるものをいたして、うんうん、こういった褒美の紙物を渡すわみたいなのがあったと思いますゆえに、ちょっとそういった話も長い所で聞いてみたいですな。そうじゃな、うん、気になるところじゃな。いやー、ええー、ですな、もう演技術中の有吉さん、ありがとうござる。あ、わしからか。あ、では参る。ラジオネーム、ナオミ殿。半蔵様、前さん、こんばんは。こんばんは、じゃあ。季節外れの暑さで夏のような感じで汗だくになる一日でした。半袖でも暑く感じます。今日のメッセージテーマですが、今は学校の科目の分類が変わっているみたいですが、地理とかの社会科が好きでした。地図を見たりするのも楽しみですし、実際に行ったりすることもある場所とか、関心が向きやすいのもあるかなと思いますとのことです。地理、ですな、これ地理を勉学いたしておると、この我ら忍者隊が遠征行った先で何が有名なのかとか、いろいろ知れることができますので、これ地理ですな。地理な、我らの時代にも地理が欲しかった。あとはあのこの地理言うと、大体どの方角に何がござるとかの、どちらの何が国がござるというのは大体わかるじゃん。いやー、ですな、我らの時は勉学ではなく、己が自身の足でその場所に行き、地理を覚えて帰り行くという。そうじゃん、そうじゃん、もうわしは隣に伊能忠敬殿がおらんとちょっと歩けんわ、まあ、ちょっとあの方向があまり得意でね、拙者は隣に松尾芭蕉殿とためです。大変じゃぞ、歌に歌って、いや、まあ拙者は音楽の全然、確かにの、そうかも、いや、ええ曲じゃなと思いながらこう日の元を歩き回るっていう。ああ、確かにな。あ、ほいじゃあまあ2人その伊能忠敬殿と松尾芭蕉殿を連れ添って、あ、まあ歩こうか。ほいじゃあ、いや、拙者どんな身分なんですか、そんなもん。でもほら、わしはもうようわからんので見とるけど。もしの話で、まさよですな。いや、ええですな、でも地理、あ、なるほど、地理がとこ、ええですな、初めて聞きました、地理が。そうじゃな、そうじゃな、確かにな。か、まあ、涙のありがとうさんじゃ、ありがとうござる。では続きまして、ラジオネーム白ヤギメイドの、半蔵様、前さん、こんにちは。こんにちは。お暑い中出陣お疲れ様です、うん、さて本日のお題ですが、あまり勉強は得意じゃなかったけど好きだったのは生物です、うん、お2度目の生物、動物や植物が好きなので勉強していても楽しかった思い出があります、うん、ただテストの点数も良かったと思っていたのですが、先日実家の荷物を整理していたら、高校の生物の教科書からテストがポロリと出てきて、見事な赤点でした。あれ得意だったのは、得意だったはずなのにな、思い出が美化されていたようですとのことで。ああ、なるほど。これだって全現象ではないか。はあ。だってあの音楽は好きじゃけど、実際その、はあ、例えば試験なるものを受けたら点数取れないという。ああ。いやもしれぬというの、まあ。まあ好きではあるけども、その点数としては。難しいところですな。あ、難しいわな。好きとこの得意は違うやもしれんねんな。まあでもこのものこれ赤点でなければ、こううなぎを食べさせていただけたというのもしかすると、だってこれそうだな、まあうなぎを自走してやるって言われれば点数上がっとったやもしれない。その時にあればよかったですね、確かに褒美というのは。褒美大事ですな。いやいや、褒美は大事すりゃええという問題です。半蔵様も我らがこう任務が頑張れますようにちょっと褒美を下されません。あ、なるほど、確かにな。あ、まあそれはありやもしれない。ちょっと考えておくわ。ちょっとひつまぶしの方をお願いいたします。いやいや、もう そちらが決めるのか。わしが決めるのなんかで、そちらが。いや、半蔵様決めてもいいです。半蔵様決めて。肉はどうしよう。うお、大きく出ましたな。お、何肉ですか。もう俺はもう牛じゃな。あ、もう全力で頑張ります。もう全力で頑張ります。もうこれもある意味あれじゃな、人の心を操る術じゃからな。これはもう立派な忍びの術でござるぞ。
殺人術がいきますな。ああ、そう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 。映画だ、これ映画だ。なんかこれ得意になりそうじゃな、わし。これが得意になりそう。あ、まあ、これ今回のこのメッセージテーマの中で生物が2人目というの。うん、オール中なかなか生物、うん、生き物、うん、いいですね。白い海のライオスさんじゃ、ありがとうございます。そうそうそう、のこれやはりこれみんな今聞いてまいったんじゃけど、これ得意不得意やはりあるのじゃなと思ったわけなのじゃ。だってこれ得意なところをさらに伸ばしゆくということが大事だと思うんじゃけども、まあもっと言うとの苦手なものも伸ばしていきたいと思うわけじゃ。そう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 、それではここで一曲聴いていただきたいと思う。歴史殿で歴史と遊ぼう。ビートアラウンド834サテライトフラッシュ、午後7時から30分間の生放送で服部半蔵忍者隊がお送りしてきたが、そろそろしまいの刻なんだ。早い、早いよな。この度は寺子屋で得意な科目を聞いてまいったんじゃけども、まあ、先ほどお話し申したんじゃけど、得意な部分はより伸ばしつつも苦手なことにも挑戦しゆく。それによって己がの可能性はさらに開けていくとわしは思うのじゃ。苦手なものに挑戦しゆく、ということは半蔵様で申すと椎茸を100個食べる。いやいや、いやいや、あの可能性がさらに開ける、もう食堂が広がっていくと思う。毛穴と食堂がさらに広がっていくと思うから。いや、 A ではありません。100個も食べたら寝ることになってまうから、冷や汗が止まらんと思うからな、それはな。ちょっとそれだけは勘弁ということで、まあ苦手なものもござるということでな、まあ、この忍びに関する知識を交えながらな、毎週な楽しく皆と交流してまるで、何卒よろしゅうお頼み申す。あ、この放送を聞いて忍者に興味が湧いたよっちゅうものは、ぜひとも服部半蔵忍者隊で検索してくだされ。ホームページに出陣情報がございまする。その他 Twitter、Instagram、YouTube、TikTok、Facebook など各種電子網を通じて、かっこええ忍者の姿、我々の活動の様子を発信しておりまするゆえに、ぜひご覧くださいませ。なお、行さんの方からメッセージを頂戴いたしましたが、国の都合上全ては紹介できませんでしたが、ゆえにラジオネームだけでも紹介させていただきます。リエベイ殿、ビートマサシ、ジュニ殿、黒猫トマト殿、クーコ殿、ウイチロー殿、いつも明るいミホニャン殿、イワちゃん殿、後ほどしかと読ませていただきまするな。行さんのメッセージ誠にありがとうございました。ありがとうございった。では来週のメッセージテーマを発表いたす。来週のメッセージテーマは、お主の士気を高める物事は。じゃ、メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけまする。皆からのメッセージをお待ちしておる。そしてこの放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされておりまする。メディアス FM YouTube で検索いたし、ぜひ確認いたすのじゃ。それではこの後は再び宮坂好み殿のビートランド834でお楽しみあれ。来週のこの時間にまたお会いいたそうではないか。ここまでのお相手は服部半蔵忍者隊の服部半蔵と、夕凪の善にござりました。最後はこの曲にてドロン、ザ・マスミサイル殿で教科書。 Oh, I speak English very well. Kids, Ray, 着陸ディアドーン。